この時間はボートレースオンランの展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツウォッチの長谷明則記者でよかったですよね。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、5日間開催で行われてまいりましたミッドナイトボートレースイン大村第2戦、本日最終日を迎えています。クリスマスシリーズということでね、初日からこの展望番組長谷さんにはいろいろコスプレをねお付き合いいただいておりますけども、浮かれてる場合じゃないですよね。クリスマスクリスマスって一番浮かれてますのでね。ね、今日はクリスマスイブでございます。ああ、もう聖なる夜ですよね。クリスマスイブに遊女船があるなんて、はい、ドラマチックですね。今日はね、本当一段と増してこうサンタさんそのものという感じでございますけどね。いや、もう用意してるんですからもう。喋りにくくないですか？あ、意外とね、大丈夫ですね。マスクがなんかね、ひげの感じでごまかせてますよね。いや、本当にね、この後ピザの配達とか。いや、今日この後夜バイトが入ってるんでね。このまま行こうかな、なんかピザなりね、チキンなりね。さあ、今日は。いや、僕はプレゼント配る日ですか、僕は。そうですね、はい、予想というね、素敵なプレゼントを、はい、お届けしていただきたいと思いますが、さあね、今日はクリスマスイブ、そして最終日ということでございまして、もちろん第12レースでは優勝戦が行われます。はい、もちろんね、昨日は準優勝戦が行われまして、はい、ちょっと振り返りたいんですが、10レース11レースの準優は比較的人気サイドで決まりましたよね、はい、もうなんか逃げましたよ、はい、2コースの人が2号手が続きましたよ、ワンツーワンツーって来ましたよね。ただ12レース最後の最後で、はい、1号艇の井口選手が敗れるという、でも水間選手が攻めていったという、はい、あのミッドナイトの第1戦でもね、うん、最後12レースで準優は波乱があったけど、はい、今回もちょっと最後の準優で波乱があってね、はい、私たちは大慌てでした、ね、はい、なかなかね予定校もねうまくいかない崩れましたね、答えますけども、はい、さあね、ただ本当に見応えたっぷりの準優勝戦でございました。さあ、そしてね、今日長谷さん、最終日お天気がちょっと晴れてたのに急に今日は雨ですか。うん、まあ、予報でもね、雨が降るって言ってたんですけど、はい、まあ、本当に予報当たりましたね、雨、はい、またプロペラ調整難しくなるでしょうね、湿度が上がってね、そうですね、今節は気温が上がって調整難しくて、はい、また最終日になってこういう状態ですから、うん、いやだから多分キレキのいいモーターだとパワーがあるんでしっかりいくけどね、はい、キレキの良くないモーターだと調整バタ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 する可能性はありますよね。そうですね、ちょっとね、雨のほか風も気になる、そう、風もなんかちょっと強くなるかもしれない、はい、だからちょっと直前の気配とかね、情報には注意したいですね。はい、まあ、そんな、ね、気象状況でございますが、ぜひ皆様には本日も最終レースまでお付き合いいただきたいと思っております。さあ、それでは優勝戦へ参りましょう。どんなメンバーが揃ったんでしょうか。まずはこちらのフリップをご覧ください。ご覧の6選手によって優勝戦争われます。フライング出遅れを持っている選手はいません。それでは長谷さん、早速記録評価をお願いいたします。いいメンバー揃いましたね。記録で言えば水間選手が、はい、伸びだけなら7点でいいと思います、はい、うん、ただ出足はないんですよ、はい、出足は我慢できるぐらい言ってました、はいはい、ただもう本当今節も彼の場合はチルトを跳ねて、はい、ペラ叩いて伸びに特化した船足してますから、うん、はい、だから気力的には7点というのはちょっとね、出足がない分僕のあるんで、うん、じゃあまあ総合的には6点だろうな、はい、バランスが取れていいのはこの岡村選手と山田選手ですよ、はい、どちらもこう、ね、これ両機コース上機、うん、キレキ通り、はい、両者のコメントは、ね、一緒なんですよ、はい、伸びに特化してる人には直線は分が悪い、はいはいはい、うん、水間選手ですね、うん、でも後の足はいい、はい、ただ伸びが特化してる選手がいなければ、うん、自分たちもスリットから覗くんですよ。あ、だからバランス型の6点が1番と6番で、はい、伸び型の6が水間選手、はい、真島選手、うん、スリット付近の足強めですね、うん、はい、重さはあるとは言われてましたけど、うん、昨日の準優に刺した足、はい、刺してバックの足良、うん、かったですね、はい、一緒に走った松田紀之選手が、うん、自分の刺しが届いたと思ったけど真島選手がバック出ていきました。真島さん出てますよって言われてました。だからこの 1,3,6 に次ぐのは5番でしょう、はい、松尾選手としては船足にいいコメントはありません、はい、乗り心地求めると
少しスリット付近が劣勢になってしまう、うん、でも出足の方を重視した調整をしたいとは言われてましたね、はい、注目は井口選手ですよ、うん、実力、ネームバリュー、もろもろならもう間違いなく7点ですよ、はい、ただ気力に関してはずっと普通って言ってます、うん、いい人にはいい人がいます、自分はバランス型で普通、はい、ただねオリジナルデータとか一周タイムとか見てるとタイム出てるんですよ、うん、出てますよね、だからあの辺やっぱりコーナーのハンドルとか走り方かな、はい、だから気力は4点ですけど、うん、ターンを含めれば7点ぐらいありますよ、はい、ただ気力はやっぱり普通なので4点ですね、うんうん、はい、いやこうして話聞くとコース、そして気力、そして腕、いろいろ加味するとねちょっと迷いの多そうなね、だからこの最後のね、はい、優勝戦というのはいいメンバー揃って逆になんか悩むなという顔ぶれでございます ね、 ねぜひ皆様もご覧の気力評価ご参考にしていただければと思います。さあそれでは展望番組最後の予想です、展開予想第12レース優勝戦をもちろん予想していただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ第12レース優勝戦です。見出し参りましょう。やはり進入から注目、ここですねポイントはね、はい、インで岡村選手二重丸も伸びるのは水間選手、いやーワクワクドキドキ悩ましい優勝戦となりましたね。まず進入ですよ、うん、これね我々スポーツ新聞記者各社多分進入がね、はい、バラバラと思います。ほうまず一つは、うん、まあ、水間選手がどうするのかな、うん、水間選手聞くと前付け選手がいるなら僕は入れてもいいと思う、はい、その方が僕は引いてダッシュから行った方が伸びますから、うん、はい、真島選手、うん、今年、まあ、1月からですね、はい、6コースは0回です、はい、5コースは2回だけです。基本的には動く人ですよね、5と6なら、はい、ただここには三重野選手、松尾選手、井口選手がいる、うん、はい、どうするのかな。インは岡村選手が譲らないと思います、はい、真島選手が動く、いや井口選手もそんなら僕も一緒に行きますよっていう1、2、4、5、ダッシュ3、6っていうのがまずあるかな、はい、でも真島選手だけが動いて1、2、5、うん、で水間選手が角にして3、4、6という並びもあるかな、はあ、水間選手は来なければ自分は枠主張しますと言ってるんで、はい、動きがなければ枠なりもある。真島選手、井口選手がどうするか、はい、あこうやっていろいろ進入予想していても本番はまたガラッと変わるかもしれない、うん、一つ言うと水間選手はチルトを跳ねて伸び方、うん、ピット離れはどうかという不安はちょっとありますよね、はい、ピット離れで遅れてしまえばひょっとすると6コースに出される可能性もある。あいやー進入難しい。いや進入がね予想が定まらないとなかなかね予想自体もね難しいかなとは思うんですけどね。でも、うん、1号艇の岡村選手にはすんなれば20丸でしょう、はい、今節のインは全部勝ってます、うん、インは現在27走連続2連対中で、はい、うち1着が26回、はい、船足はいいですよ。うん、でスローの方がスタートはしっかりいけると言われてました、はい、ですのでここは頑張ってスタート決めて21年彼にとってはラストラン、はい、しっかり白星で決めてくれるんじゃないかな、うん、はい、でやっぱり対抗者としてはやっぱり伸びる水間選手、うん、角になったら本当に怖いと思います、はい、あの昨日やっぱりあの井口選手を破ったぐらい、うん、ただ昨日の前半レースはスローからでも出ていってましたから、はい、とにかく伸びに特化一撃しようですよね、うん、だから怖いですよね、はい、でも井口選手はここまでオール2連対、うん、船足普通というけどやっぱりレースはうまい、はい、コーナーの迫力やっぱりありますよね、うん、そしてね山田選手がこれ船足いいし、はい、今日雨が降るよって言ったら、はいはい、僕はこれエンジンにパワーがありすぎるんで、はい、雨が降って湿度が上がった方が僕にとってはいいかもしれない、ほう、その方が周りが船足落ちて自分が良くなるんで気力差が出てくると思いますとは言ってました山田選手。それだけこうパワーを感じてるんですね。いいって、だから彼はまあ6コースでも全然僕は展開あると思いますと言われたんで、はい、山田選手に賞賛、うん、ただ松尾選手は普通って言っても、うん、今年はね G1 畜戦勝ってるように強くなってます、はい、フライング休み明けのスタートはしっかりいってる、うん、内側取るならやっぱりね粘り、はい、
そうですよね、うん、真島選手もこれ軽視できませんよ、この節の走りはいいですよ、うん、岡村選手が今回3回2位だったレース、はい、全部2着真島選手なんです。ほう、だから気になるんですよ。だからもうフォーカスも絞れないけど、やっぱり1本目、はい、うん、水間選手の逆転も考えましょう、はい、1331、うん、そしてそこには記してますよ、4と6を入れた、はい、あとのフォーカスはレース前井口選手がオール2連帯、うん、なんとしても2、3着に来る走りするのかなと思ったんで、ちょっとこう点数多いですね。そうですね、本戦だけで計11点ということになってますけども、迷ってばかりの長谷田のみですね、本当ね。ただ本当にこの本戦に関しては1番もしくは4番がしっかりね絡んでくれる可能性が高そうだなというフォーカスですね。だから印としてはやっぱり、うん、印回ってる選手を集めるんですけど、一応2と5も4着4のところには絡めて抑えようかなという気持ちですよね。そうですね。さあね、そしたら狙い目参りましょう。井口選手、うん、やっぱり気になりますよね。あ、昨日ね、やっぱり順位負けた後、当然ですけど悔しがってましたね、はい、やられたらやり返すじゃないけど、うん、チャンスはあると思いますよと言われてました。進入もどうなるか分かりませんからね、うん、心当たりでやっぱ勝負強さ、百戦錬磨のうまさが出てくるのかな、はい、進入どうなるかですよね。そこですよね。1、2、4、5、3、6になったとしても3コース、はい、うん、握っていける攻める位置ですよね、はい、1、2、5、3、4、6になったら、うん、水間選手の隣にいますよね、はい、いけますよね、はい、枠内になったとしても水間選手の横ですよね、はい、いずれにせよいい位置、攻める位置なり展開つく位置にいるのは井口選手かな、はあ、やっぱりちょっと勝負強さ気になるんで4の頭、うん、山田選手が船足手応えあるので、はい、山田選手の 2,3 着っていうのがまず一つ、はい、それとまあ印の回ってる 1,3 を絡めたフォーカスですよね、うん、点数多いですね。いやただ本当ね、なんといっても本当井口選手ですからね、この4頭も出したくなる気持ち。いや本当イメージとしては僕 1,2,5-3,4,6 の時の井口選手を買いたいんですよ、はい、水間が行くでしょう、はい、だでも井口選手先ほどにやられたらやり返すって言ってますから、うん、はい、今度最後に笑うのは自分だぞという気持ちもありますからね、はい、いやこれ最後大村ボード今年最後の優勝 で、ね、いいメンバーゲストしましたね。だから今のところこういうフォーカスです、ね、あとは直前どこを絞るかですよね。私のとはね、そうですね、狙い目も合わせると計21点ということにはなってるんですけども、いや21点も出しちゃダメですよね、予想するからね。これそれだけね、狙いどころ迷いどころもいっぱいあるかなというところで、まだ迷ってますよどう買おうかって、うん、さあね、ポールポジション岡村選手20丸ということでございますが、うかうかできませんね。いやだってやっぱり岡村選手とでは進入ごちゃごちゃになって水間選手の角が一番嫌でしょうね。そうですね、だからそのあたりを気にしながらの進入になるでしょうね、はい、そしてね、岡村選手に関しては今年ラストランということでございまして、はい、ちょっと新聞の記事になんか岡村選手今シリーズの前に大村ボートのすぐ近くにある龍神社に行かれたそうですね、はい、何優勝期間行ったのって、いや、はい、今年もね、無事に、ね、はい、無事に怪我なくレースができましたことを、はい、でありがとうございます言いに行ったらしいです。はあ、素晴らしいでしょ。素晴らしい。私なんて当たりますようにって言ってもう煩悩の塊ですよ本当にもうねえ、年末も近いしこう108回掴んだかもしれないですね。ですね、だからそういったね人間的にも素晴らしい岡村選手、やっぱり最後最後持っていくのかなと気がしますけどね。いやただ本当に悩ましい優勝戦、うん、で本当これ面白い優勝戦です、うん、これはい、ぜひ皆様もご覧のフォーカスご参考にお楽しみいただければ、この中にねクリスマスプレゼントも入ってるかもしれませんのでね、入っててくださいさぜひご参考にしていただければと思います。さあね、いろいろお話聞いてまいったんですが、今日最終日、長谷さんはねピット解説によくご出演されることが多いんですけども、はい、今シリーズの最終日はインターネットなどでお楽しみいただける裏解説に、だからスリット付近の一番いいところから見させてもらうんでね、はい、私もちょっとクリスマスプレゼント欲しいんでね自分出たいですよやっぱり。いやね、第一レースから裏解説ご登場予定ですので、はい、本当ね情報という素敵なプレゼントいっぱい届けていただければと、うまくまとめましたね思っております、はい、さあということで今シリーズ一節間
展望番組お付き合いいただきましたのはスポーツ王子の長谷明憲さん、サンタじゃないですね、長谷明憲記者でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。